なんか急に雨降り出したね。おいしょ。急に雨降り出してびっくりしたんだけど。いや、明日から天気悪いん。やばいね、梅雨になってきてるね。焦る。いや、私はもうお風呂上がって何もめんどくさいことがなくなった状態です。こんばんは。実習の課題多すぎて今日寝れないから鬱やったけど、ペン見て元気。私も課題やばいから頑張ろう。私もやばいんだよ、結構やばいっす。結構やばいからこういうのつけて頑張ってみる。このヘアバンドはどこに行く時も意外と持ってってるやつでも持ってってるけど、つけたことない。もう学校帰ってきてすぐ風呂入った。最高。絶対これつけ方違うくない？どうやってつけんの、ヘアバンドって。絶対違うよ。家ではこんなつき方だけど、さすがにもっと可愛いつき方がありそう。こんな感じ。どういうつき方が正解なのか。絶対さっきのが合ってるんだよね、本当は。私もテストがやばい。テストと覚えることの重なりが。覚えることが3つくらいあって、それと絶対つけ方違うよね。ボコボコだし。ヘアバンドってどうやってつけるの？
対違うやん違うよって言われてるにさ、最初のやつだよね。一旦こうやってして髪の毛を出してでこうで。多分それ、これだ。じゃあこれつけて今日配信します。絶対これじゃん。このヘアバンドはどこで買ったっけ。めっちゃ前にどっかで買った。どこで買ったかは覚えてません。でもどっかで買いました。今日のテストは全然わかりませんでしたわからないけど頑張ってみました。今日はあの単元テストだから、あのなんていうの、本番のテストじゃないんだけど、本番のテストは来週です。単元だから、社会と英語だけ。これは何のキャラクターなんだろうね。一体寝れないけど頑張ろうの。ポーズしてだって。寝れないけど頑張ろうポーズ。なんだろう。寝れないけど頑張ろうポーズ。寝れないけど頑張ろうポーズ。今日一日中カンカンで寝たけん、うわ日焼けした。お疲れ様です。おでこ出しませんこのキャラクターは何なんだろうと思いますか。わかりません。私も
意外と頭良さそうだよね頭いいと思いますか。まあ普通って感じ。もう意味わかんないよ社会とか第一次世界大戦のところが暗記が多すぎてもうわかんなかった。私は来週からが勝負になってます来週からがどれだけ新幹線途中で画質悪いモードなのが辛い。新幹線乗ってる。え、レモンスリッパ懐かしい。もう履いてないですあれ。もうね、結構履いたんだよね。結構履いて。今日一日中咳が止まらなくて、ずっと咳して、数学の死因となってる時間でめっちゃ咳がやばくなっちゃって、急にね、めっちゃ気まずかった。やだやだ、恥ずかしかった。ほっぺが赤いな、お風呂上がりだった。席一人じゃみんなするね、確かにそれはあるかもしれないな。今日ロキティ着てます。夏に大活躍ロキティ。659日、ありがとうございます。今日学校でのお話ある。今日は何したっけ。今日テストが2個もあったから、なんかあんまりなんかあるか。テストの他にね、今日何したっけ。今日は数学でルートを習いました。ルートを習いました。今日数学で
みんなが嫌だと言っていたルート、なんか今のところめっちゃ簡単なんだけど、あれがどんどん難しくなっていくということですね。ルートの書き方がめっちゃ下手なんですよ、私。めっちゃ下手。難しくなるんや。みんな嫌いだって。キャー。みんな何言ってんのこれ。覚え方みたいな。富士山六おおむなく。もう最近もう意味わかんないのも、数学がもう意味わかんないって。ココペ文系マン、はい、とても文系が大好き。もう私国語が一番好きなんですよ。もう 国語が本当に一番好き。国語の書き下し文に戻すやつとか、出てんとかつけるのとかめっちゃ大好きなんです。国語だけは任せてって感じ。いいね、小5で言ってたよ。だって22と比べないでください。22はとても頭がいいんですよ、私のお兄ちゃん。高校では生徒会長やってましたしね。 いつも家をギリギリに出て、電車のギリギリに出て、パンをくわえていつも走って行ってました、駅まで。そうだよね、国語できればいいんですよ。パンをかじりながら走る人、漫画でしか見たことない。本当にね、本当にパンをかじりながら言ってましたよ。パン加えてダッシュで。アニメしか見ない。 ね、アニメしか見ない。最近見たドラマある？最近見たドラマなんだろうね。 あ、そういえば「からかい上手の高木さん」のドラマ見ました。なんか前配信でそういう話したんだけど、「からかい上手の高木さん」見た。映画が楽しみになった。ぜひ皆さん、ネットフリックスとか撮ってる方はぜひ見てください。 中学生の自分にアドバイスするとしたら、英語は頑張ろうが一番かも。え、本当？英語、高木さんかわいいね。高木さんかわいいよね、めっちゃかわいい。
からかい女の立花さんにからかわれたい笑っちゃうとさ席出るんだよ立花さんにからかわれたい。私はねからかうのあんまうまくないですよ、バレバレ。でもからかうの好きです。英語は社会に出て使います。英語はできません片思い両思い急接近本当は片思い両思いで見送りでからかえってもらえますか。お見送りからかえたらからかえますね。じゃあ萌え利益到着めっちゃ可愛い、可愛いのがあった。コピーにからかれたいファンが続出するはず。あ、画質悪いって言ってたからか先にチャージを仕掛け、仕掛けを見送り、チャージって言ってきてくださいよ。じゃ映画あのドラマ高木さん出てくるのかな。中学生時代の高木さんは出ないんじゃない、わかんないけど。だってさ再会するってやばくない、また同じ島で。なんかあのさドラマのさ、ドラマでさ、なんかめっちゃ親近感湧いたのがさ、なんかコンビニとかさ島村とか普通にあの映っててさちょっと笑っちゃいましたあ、回想シーンで出るかもね。確かに確かに出るかもしれない。小豆島、香川県って言ってたっけな、確か。すごいね、本当にある中学校で撮影してるの。一度だけ言ったことある、いいね。からかい上手の高木さん一緒に映画見に行きたいから見てって友達に言いました見てねって。魔女の宅急便のキキ役、え、キキってあのあれだよね、大きいリボンのだよね。私一回やったことあるよ、ハロウィン配信かなんかでやったことあります。そう、ドラマ見ての方が絶対に面白いじゃないですか、あの映画はそうだから見てって言いました。
ヒゲでなかなか食べた。そうです、赤の香り。今日の晩御飯は何だろう、わかんない。カレンでもなんかなんだっけ、子供の日であげてたんだけど、確か。世界は変えられるのさ、もう何も諦めなくていいんだよ。ネクストジェネレーションは、もっと泣いたって、もっと泣いたって泣いたっていいんじゃない、こんな時代に生まれたことを恨んでいきます。向かって顔を吐くようなものだ。今度は初めての、うん、楽しみです。これって構えてるんだよ。振りがね、かっこいい感じ。私はね、舞台の配信もう見たんですけど、全部は見れてないけど途中ぐらいまで見たけど、やっぱりなんか自分がやってるのを見るとさ、面白い。しかも配信だからカメラで抜かれてたりするか、面白いです。隠してる傷口をさらけ出しゃ楽になる、もっと泣いたってもっと泣いた。舞台の配信カメラ、そう、カメラあった日がちょうど配信のやつを撮ってた。舞台期間チャージがいないと声物足りないってことに気づいた、気づけたいい期間でした。え、嬉しい。そんなそんな。次は日曜日に久しぶり公演です。皆さんぜひ来てください。昼夜パジャドラからのココテンだった気がする。髪の毛どうしようかな。久しぶりのココテンとパジャドラです。あ、そっかそっか、えぐっちゃんの生誕祭だから夜は。そうだそうだ、えぐっちゃんの生誕祭だ。えぐっちゃんに髪の毛決めてもらえるね。じゃあやった。えぐっちゃんの髪の毛の予想はなんて言ってくると思う。私は
なんて言ってくるかな。お団子系とか言ってきそう。えぐっちゃん何すると思います？逆に私はね、やっぱツインテールかな。えぐちゃんツインテールしそう。ポニーテールかな。いやーツインテールな気がするんだよね。私の予想は当たってるのでしょうか。全員ツインテール公演。確かに。あるかもしれない。みんなツインテールしてください。言うかもね。ねねさんのツイン見れるの激アツやんって。まあ皆さん本当にあるかどうかは分かんないので、推しメンのツイン見たい方は、ファンの方ってやっぱツインテール好きなんだよね多分。やっぱりツインテールだよね。サンドのご飯よりツインテールだって。やばいじゃんそれ。ツイン好きなんじゃなくてツインしてるメンバーが好き。おお、いいこと言いますね。そうだよね。コッペは何が好き？髪型アレンジ。何が好きかな。でもね、暑いから揚げるのが好きなんですよ。ポニーテール、ポニーテールも好きだし、なんかいっぱい髪の毛やってきたけど結局自分にこれが合ってるっていうのが分かんないところです今。なんかいろいろやりすぎて分かんない、どれが一番合ってるのか。好きなんじゃなくて合ってるのかが分かんない。でもストレートがね、なんかやっぱなんかね、研究生時代の写真とかが結構良かったりするんだよね。今見返すと、本当？高めのポニー。逆におろすの最近やってないんだよ、もう暑くて全部あげてる。
と夏、今の時期にストレートはね、ちょっと暑い。ちょっと暑い。暑いから。サザエさんみたいなの。やばいじゃん。サザエさんヘア。一周回って流行るかもしれない。ゲホで髪が誰が一番長い？誰？でも私結構切ったんですよ、7センチぐらい。誰が長いのかな。えぐっちゃんも結構切ってて髪の毛。誰だろうね。7センチも切っちゃったから、誰が長い。7センチは何ヶ月分？なんかさ、1ヶ月で、だって1ヶ月で何ミリとかよ、多分。だから、結構分。カレンネも長いよね。カレンネ。カレンネはポニーテールのイメージだな。やっぱり。初期からポニーテールのイメージ。いつもここら辺のポニーしてるから、この、もうここら辺にしてる。リチャキ結構切ってるよ。リチャキもここら辺だよ、多分今。結構短い。1ヶ月で何センチぐらい伸びるんだっけ？センチも伸びなくない？確か。でもお友達がさ、結構みんな短くしててさ、可愛いなって思っちゃうんだよね。周りの子がやってると可愛いなって思っちゃう。今度私のブブ時代の写真を送りますね、チャットで。今は手元にないけど、この間おばあちゃんの携帯にブブ時代のね写真があったのよ。今度送るね、忘れてないように覚えとこう。ボブというか、ボブより短い。なんか、ボブくらい。うん、ボブよ、なんかね。あれを見て、めっちゃ切りたいと思ったんよ、昨日。でも、ちょっと、外跳ねしてるボブの写真があるのよ。まあ、今度見せます。しかも制服にボブってめっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いからさ、あのボブの髪の毛洗うのをまた味わってみたい。もうね、軽いのよね。うねるからやめな。そのね、うね、くせっ毛だからすぐ寝るから、やっぱダメなんだよね。
結べた方がいい。小学生の頃ね、小6とか小5とかそこら辺の時の写真だった。全員ボブ公演やばいじゃん、1日限定、みんなボブにしてください。まあ今はね、たくさん髪型したいので切る予定はないけど、可愛いかなって思う。ちびっぺい時代の写真全部可愛いね。ちびっぺい時代は伸ばし髪の毛、保育園の頃めっちゃ長くて、小3くらいで一回ボブに切って、そこまでずっとロングだったんですよ。でまた伸ばして、小5くらいにまた切って、で今めっちゃ伸びてる感じかな。切ったり伸ばしたりを繰り返してました。小さい頃から大眉なので小さい頃なんて大眉というか、もうなんかほぼ前髪ないくらい切られてたから。しかも未だに教えられないのが、小5の時の夏休みで多分髪をバッサリ切ったんですよ、ボブくらいに。ほんで夏休み終わりに、違う、夏休みじゃない、小5の終了式、始業式かな、小6の始業式、小5か小6の始業式なんかの休み明けの始業式の時に、なんかの休み明けの、夏休みじゃなくて、なんかの休み明けの始業式の時に初めてそのボブの状態で学校に行って、めっちゃ驚かれた。え、あの結構長いからさ、ずっとだから、ね、めっちゃびっくりされた思い出がある。しかもその時の担任の先生がなんかめっちゃ言ってくるんです。髪の毛とかすぐ変化に気づくんですよ。もう前髪切っただけでもう、なんか健康観察の時とかに、なんか立花コロさん、お前髪切ってるねみたいな、なんか一回一回言ってくるんですよ、切るたびに。結構めっちゃ気づかれるんですよ。だからボブにする時に、あ、また先生から言われるだろうなと思いながら切って、で、あの想像通り言われました。お切ってるねみたいな言ってくるんですよね。みんなに言ってるから、男子でも髪の毛散髪してたら、お切ったね、涼しいねみたいな、めっちゃ言ってる先生でした。あの先生は今頃何してるんだろうね。その先生に一回音楽室で掃除してたらめっちゃ怒られたんだよね。もうね、あんまさ、普段怒られることがなくて、で音楽室で掃除してて、なんかちょっと悪いことをやったんですよ私が。なんか悪いこと、何をしたんだっけ。まあ、音楽室だから先生が見てないじゃないですか。でいなくて、何かをしたんですよ。何をしたっけ、なんか何かをして、でその時その場面をちょうど先生、なんか私がや、なんかね、班のみんなで何かをしちゃって、わざとじゃないんだけど何かをしちゃって、それで多分楽器に当たっ、なんか何かを班のみんなでしちゃったんだよね。
それでちょうどその場面を先生に見られてて、集めさせられて、なんだ今のはみたいな感じで怒られたのを覚えてる。怒られることがないからさ、めっちゃビビっちゃって、で私その時、私大体小学校の時班長だったんですね。でその時ってめっちゃ班長言われるんですよ、やっぱり班長が注意しないからみたいな。でそれで先生がいなくなった瞬間にこそっと泣いてました廊下で音楽室前の廊下で静かに涙を流してました。もう班長になりすぎてもうね班長のもう重みを誰よりも分かってる。小学校の修学旅行も班長でも大変でした。私あと小学校の調理実習の時も、なので班長頑張ってる方は班長の重みを誰よりも私は知ってるので中学校に入って班長はもうならなくなったけど、小学校の時はね結構ずっと班長だった。でも自分もねそういうのをしたいタイプで、小学校の時はなんか班長とかなんかそういう、こう重大な役割なのをしたいタイプだったから、なんか企画委員会とかにも入ったしそうなんですよ。もう調理実習はもうね大変でしたよ。一人でキンピラと野菜のに肉巻きをいっぱい作って、味噌汁作って大変でしたよ。みんなしない、みんな皿洗いしかしない。みんな皿洗いとさ、菜箸持ってきてとか言ったら持ってきたりとかしかしないから私一人でキンピラとか作り方わかんないのに作ってびっくりですよね。それではそれではそろそろ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあランキング読みます。13位今日この頃さんありがとうございます。12位ホタテさんありがとうございます。11位ムハンマロさんありがとうございます。10位シーシャンペさんありがとうございます。9位 MJ ジアンさんありがとうございます。8位クロさんありがとうございます。7位カトッペ君ありがとうございます。6位ジージリモンさんありがとうございます。5位ヒデさんありがとうございます。4位ただの魚さんありがとうございます。3位マイノ君ありがとうございます。2位バウチさんありがとうございます。1位ヤスさんでした。ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。皆さんも明日が平日ラストです。頑張りましょう。バイバーイ。ありがとう。